みかん、芥川龍之介ある曇った冬の日暮れである。私は、横須賀発登り二等客車の隅に腰を下ろして、ぼんやり発車の笛を待っていた。とうに伝統のついた客車の中には、珍しく、私のほかに、一人も乗客はいなかった。外を覗くと、 薄暗いプラットフォームにも今日は珍しく見送りの人影さえ後を絶ってただ檻に入れられた子犬が一匹時々悲しそうに吠え立てていたこれらはその時の私の心持ちと不思議なくらいにつかわしい景色だった私の頭のうちには言いようのない疲労と倦怠とが まるで雪ごもりの空のような、どんよりした影を落としていた。私は街灯のポッケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。が、やがて発車の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら、後ろの窓枠へ頭を持たせて、目の前の停車場が、 ずるずると後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えていた。ところが、それよりも先にけたたましい日和桁の音が、改札口の方から聞こえ出したと思うと、まもなく車掌の何か言いのしる声とともに、私の乗っている二等室の戸ががらりと開いて、十三子の小娘が一人、慌ただしく中へ入ってきた。と同時に一つずしりと揺れて、 おもむろに記者は動き出した一本ずつ目を区切っていくプラットフォームの柱置き忘れたような運水車それから車内の誰かに祝儀の礼を言っている赤帽。そういうすべては窓へ吹きつける梅園の中に未練がましく後ろへ倒れていった私はようやくほっとした心持ちになって 巻きたばに火をつけながら、初めて物ういまぶたをあげて、前の席に腰を下ろしていた、小娘の顔を一別した。それは、油気のない髪をひっつめのいちょう返しに言って、横なでの跡のあるひびだらけの両方を、気持ちの悪いほど赤くほてらせた、いかにも田舎者らしい娘だった。しかも、赤じみた萌えぎ色の毛糸の襟巻が、 だらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあった。そのまた包みを抱いた下焼けの手の中には三頭の赤ギップが大事そうにしっかり握られていた。私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった。最後に、 その二頭と三頭との区別さえもわきまえない、愚鈍な心が腹立たしかった。だから巻きたばに火をつけた私は、一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はポッケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみた。するとその時、勇敢の使命に落ちていた外光が、突然伝統の光に変わって、 すりの悪い何らんかの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた。言うまでもなく記者は今、横須賀線に多いトンネルの最初のそれへ入ったのである。しかし、その伝統の光に照らされた勇敢の紙面を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰むべく、世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ち切っていた。 講和問題、神父振動、特色事件、死亡広告。私はトンネルへ入った一瞬間、汽車の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながら、それらの錯覚とした記事から記事へ、ほとんど機械的に目を通した。が、その間ももちろんあの小娘があたかも貴族な現実を人間にしたような面持ちで、私の前に座っていることを、 絶えず意識せずにはいられなかった。このトンネルの中の記者と、この田舎者の小娘と、そうしてまた、この平凡な記事に渦まっている勇敢と、これが象徴でなくて何であろう。不可解な、過当な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、 読みかけた勇敢を放り出すとまた窓枠に頭を持たせながら死んだように目をつぶってうつらうつらし始めたそれから幾分か過ぎたあとであったふと何かに脅かされたような心持ちがして思わず辺りを見回すといつの間にか例の小娘が向こう側から席を私の隣へ移してしきりに窓を開けようとしている。 が思いがらす度はなかなか思うように上がらないらしいあのひびだらけの方はいよいよ赤くなって時々鼻をすすり込む音が小さな息の切れる声と一緒にせわしなく耳へ入ってくるこれはもちろん私にも幾分ながら同情を引くに足るものには相違なかったしかし記者が今まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは 母食の中に枯れ草ばかり明るい両側の散腹が間近く窓側に迫ってきたのでもすぐに合点の行くことであった。にもかかわらずこの小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は 腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、あの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく凄まじい音をはためかせて、汽車がトンネルへなだれ込むと同時に、小娘の開けようとしたガラス戸は、とうとうばたりと下へ落ちた。そうしてその四角な穴の中から、 すすを溶かしたようなどす黒い空気がにわかに息苦しい煙になって、もうもうと車内へみなぎり出した。元来喉を害していた私は、半ケチを顔に当てる暇さえなく、この煙を満面に浴びせられたおかげで、ほとんど息もつけないほどせきこまなければならなかった。が、小娘は私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして、 闇を吹く風に胃腸返しの瓶の毛をそよがせながらじっと汽車の進む方向を見合っているその姿を梅園と伝統の光との中に眺めた時もう窓の外がみるみる明るくなってそこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったならようやく咳やんだ私は この見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、また元の通り窓の戸を閉めさせたのに、そういなかったのである。しかし、記者はその時分には、もうやすやすとトンネルを滑り抜けて、枯れ草の山と山との間に挟まれた、ある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた。踏切の近くには、いずれも見すぼらしいわら屋根や瓦屋根が、 ゴミゴミと狭苦しく立て込んで、踏切板が降るのであろう。ただ、一流の薄白い旗が、物上げに墓色をゆすっていた。やっとトンネルを出たと思う。その時、その小作とした踏切の柵の向こうに、私は頬の赤い三人の男の子が、目白押しに並んで立っているのを見た。彼らは皆、この洞天に押しすくめられたかと思うほど、 そうしてまたこの町外れのインサンタル風物と同じような色の着物を着ていたそれが汽車の通るのを仰ぎ見ながら一斉に手を上げるが早いか痛い気な喉を高く反らせて何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせたするとその瞬間である窓から半身を乗り出していた例の娘が あの霜焼けの手をつと伸ばして、勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を踊らすばかり、暖かな日の色に染まっているみかんが、およそ五つ六つ、汽車を見送った子供たちの上へ、ばらばらと空から降ってきた。私は思わず息をのんだ。そうして、せつなに一切を了解した。小娘は、おそらくは、 これから方向先へ赴こうとしている小娘は、その懐に蔵していた幾何のみかんを窓から投げて、わざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである。母色を帯びた町外れの踏切と、小鳥のように声を上げた三人の子供たちと、そうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と、すべては汽車の窓の外に、 瞬たたく暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には、切ないほどはっきりと、この光景が焼き付けられた。そうしてそこから、ある、得体の知れない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は公然と頭を上げて、まるで別人を見るように、あの小娘を注視した。小娘は、 いつかもう私の前の席に帰って、相変わらずひびだらけの方を萌えに色の毛糸の襟巻きに埋めながら、大きな風呂敷包みを抱えた手に、しっかりと三刀ギップを握っている。私はこの時初めて、言いようのない疲労と倦怠と、そうしてまた不可解な、過当な、退屈な人生を、 わずかに忘れることができたのである。